んたの父親のエルヌルフがイエークルとの決闘に出かける前、女の服を身にまとって三日三晩の間スマルテロールの魔女の家に座りつつ呪文を唱えていた時には本当なんでしょ。そうです。ユリエのエルヌルフについてこれまでにそんな卑劣な嘘は一度もつかれたことがない。あのキレアンダのでっち上げだ。あのような卑劣な女にしかそんな毒のある薄汚い話を作り上げることはできないんだからな。やめる。話を聞くんだ。トロル探るなる。あなた方が贈り物を返しますよ。父上がこれほどまでに恥ずかしめられた館では何も受け取るわけにはいきません。一番近い出口はどこです。行かせてください。これ以上この不名誉な館の中にいたくない。最後に忠告しておきますが、あなたもヒョルリスも気をつけた方がいいですよ。あなた方がこよなく愛している者の運命を今この瞬間父上が手の内に握っているんですからね。あなた方がこよなく愛している者の運命ですよ。なんだ、エルヌルフ殿はどこにいるんだ。南の断崖へ来ましたよ、兄貴たちと。南へ。私が三層へ。グンダール、エルヌルフは私たちの可愛い息子エジールを殺してしまったわ。ジルが殺された。それならば、エルヌルフとその一族の者は、まだでは済まんぞ。逃げとる。それは本当か？グンナル、私の言うことも聞けよ。グンダトロル、グンナル、言うんだトロル。しっかりグンナル。それは本当か？命が惜しいなら言うんだ。そんな脅しの文句で私を裏上がらせることはできません。とにかく父親が来るまで待つんだな。そしてヒョルリス、あんたは今日たまたま私が耳にした言葉の意味をしみじみ考えればいい。その言葉はね、夜になるとヒョルリスの自慢の息子はの世からいなくなるだろうだったよ。おい、おい、私の可愛いエジールが殺された。それなのにあなた人間からこの一度そろっては一つも泣かせるんですか。この敵も打たずにいるなんて、みんなあなたを臆病者として軽蔑するわよ。けんだ女だ。あいつはもう二度と口を開けないだ。なる、落ち着け。グンナル、あ、やられちゃう。待って、外の空気に当たれば気が変わるわ。私はグンナルのことをよく知ってるのよ。もうこの世に生きないのだ。こうなったら
みんな武装して近くの知り合いにも助けを求めなくて。入江の連絡様をお見えになりました。何テルネルフだと。さあみんな待つんだ、戦いだぞ。急いで武器を用意なさい。はお前たちのために乾杯するぞ。死者の国の聖堂の扉はお前たちが入った後すぐに閉まりはしない。